先行は、翔さんか。まあ、逆だったけど、まあ、申し訳ない。さあ、見ていきましょう。準決勝の振り返りです。まあ、この反応結構絶望的なんですけど、これ、仮に翔さんが高校だった話か変わりましたね。なんか、仮に相手が動けずに、一枚セットエンドとかでやって、なんか G 投げて、なんか、一枚止まってターン返しとかっても、全然よくて、この判断だと。キマイラから入るから、全然強いですよね。こういう判断でも、なんか、キマイラ、高校だとキマイラから入るのがやっぱ優秀です、コンデッキ。まあ、ただ今回は先行だったんで、ついついターン返しましたね。これは悲しい。さあ、ロックから入って、ロック召喚からミュー出して、ロック効果で G。こいつは G ですね。この打ち方なんですけど、なんか、ロック召喚に打つかどうかみたいな、あるじゃないですか。こういうなんか、シューサーみたいな反動機は、やはり、まあ、言いわ、みんなさ、分かってるかもしれないんですけど、まあ、結構大事ですね、これは。なんか、特殊召喚にチェンジしないと、これはダメな反動なんで、チンの仕方は、自分の反応と相談しましょうね、ちゃんと。はい。で、サプライヤー出てきます。サプライヤーの地属性が、もし送られて出てくるんで。で、裏が見せると。で、ルルルル。リサーチャー。ここですね。この裏ラーダメですね、ほんとに。願掛けでもいいから、この、ここに裏するのはほんとに良くなかったっていうのは間違いない。基本的になんかその、阿弥陀さんこの前おっしゃってたんですけど、基本的にはこの、穴場所の共通効果には打てなくて、春ララは、そのブロックドラゴンのサーチ効果に打ちたいねって話があります。まあ、ご存知の方は結構多いと思うんで、まあ多いっていうか、まあ少なくないと思うんですけど、まあ、シンプルに、例えば、これで、例えば、アリアめくれたとしても、なんか、まあ、この場面は結構厳しいけど、普通になんか、やったとき、そのなんか、ガーディアンめくることを考えても、ガーディアンが、この、なんかどっか行く可能性が高いから、かラプタイトとか、まあ、その、三日月詩ですかね。ミノンキアとか、その辺のカードになんか、その、ブロックドラゴンを持ってくるためのカードとか、展開伸ばすためのカードに変化することが結構多いから、裏ら早まるのはちょっともったいなかったですね。さあ。見かけし。これネタないのって話なんだけど、仮にこれがあるらだったらこれネタないのって話ではあるんですけど。これはだから、そうですね。まあ、ここに打つこともあ、なんか、結構なんか、周さん側の反動が結構割り切る必要がある場合は、ここに打って、なんか、余裕があると G 取ってる場合とか、余裕がある場合は、なんかその、イカゲシの、勝った時には、まあ、使わずにとか、考えるのがいいと思います。まあ、この中、その、頭下対面の裏の打ちどころは、基本的には、ちょっと、考えておきたいところですね。当然、このなんか、うるさって裏目があるから、じゃあ、ブラックドラゴン回収していって。取ってなかったわ。またかよ。待って、ここから取るか。あ、いいや。これは気抜くからいいです。これ、気抜こう、もう。はい。効果入ったんですね。これですよね。これ、ね、ヨナチさんがちょっと、もったいなかったポイントですね、これは。ドールで立ってて、なんか、追加の見込みがなかったんですけど、あ、その、なんか、仮にアクセス行くんだったら、この捨てカードは割らない方が良かったですよね。週3視点だと、そのセットするカード、なんか、動けなくてセットする意味があんまなくて、一人続くぐらいしかないんですよね。このセットしてなんか怖いカードって多分おそらく今。破壊もなくて、破壊ではないことを確定してて、その上でこの捨てカードは何だかって話なんだけど、なんかユニコーンでストアップしてなかったなっていう話ですね。そうしまうと、なんかその G 引っ張ってきた、無限保有が去ってしまうから、ベイラーはもちろんなんか、処刑するんですけど、まあ、正しくラメが作ってしまうってことですね。
すげえ捕虜っていう。仮にこれなかったら、ワンキューだったんで。あ、これ無限捕虜に去ってしまって。これでなんか、何かしらから引ければ、話でだいぶ変わったんですが。この辺の話結構大事ですよ。無限保有ケアっていう、なんか無限、ツイッチパスデッキ使わなかったら、特に結構気にするところではあります。マジバクチュ。苦しいハンドですね、これ。これは、シュウさんがちょっと。まあ、なったらまあ、ウサ、なんか、アルベルヒとか開幕いても、ちょうどになってなかったから。あったか。なってましたね。ケイナから、そっか、開幕はなってたんだ。初動に。開幕か、楽人を引けてれば、ワンチャン全然あったんですけど。まあ、今回引けずに。まあ、終了ということで、まあ、勝ったのは、まあ、準決勝を制したのは、ヨナチさんでしたね。